ちの会場を大いに沸かせてくださったリンゴーの皆さんです。青森県青森市のリンゴーです。今回初参加です。今日一日で秋田市民の方々を全員虜にします。絶対大賞を取ります。皆さん清き一票をよろしくお願いしますとのことです。それではリンゴーの皆さんよろしくお願いいたします。青森市のよさこいチーム運動です。残すところ1回となりました。会場を右手に夕日が沈む時間になるとなんだか寂しいなと思いますけれども、最後1回お客様と同じ時間を共有して一緒にディスコしたいと思います。太陽しゃべる太陽お願い。こんにちは、代表の太陽です。こんにちは太陽さん。すみません、一つだけこの会場の皆さんにお伝えしたことがありまして、最近うちのチームでリンゴ娘っていうユニットができたんですよ。女の子たちのチーム内ユニットなんですけれども、こっち側からユリンチ、次月明かり、あ雪明かりで、その隣青、最後三島。この女の子たちの見せ場のシーンも演舞台にたくさんあるので、女の子たちにできたら、ああこの子いいな、推しの子を一人見つけてもらえれば私すごく嬉しいです。はい、みんな立って大丈夫だよ。リンゴ娘も注目して演舞見てください。ちょっと先ほどお客様に手伝ってもらったんですけど、青森コール最後にもう一回、私がエビバーディって言ったらパンパン青森、パンパン青森、せっかくだからリンゴ娘前に来ようか、前に来てみたい。ちょっと一緒に練習してみます。いきます、せーの、エビ、ごめんなこういうところだ。もう一回エビバーディって言います。エビバーディ青森、ありがとうございます。バッチリです。ありがとうございます。さあ今日最後の演舞、精一杯頑張りたいと思います。どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。時は2023年、若者の現象に青森の活気は失われていく一方、そんな青森のために立ち上がった一人の青年のもとに不思議な力を持った変な仮面が現れた。青年の、そして青森の運命や光、いざ食べるのじゃ。
目覚めるのじゃ。我は眠たの神じゃ。いいか少年、青森を盛り上げる方法はただ一つ。よさこいありがとうございました。